不安定なレイナーさん。その隣のぼーっとしてるリリー。ぼーっとじゃないよ、癒しに来てんの。不安なのが伝わるのかな。いつも近くにいるリリー。うわー、レイナー、배엄청커졌다。いや、怖いよ。だってもう、下らへんが痛いもん。そろそろだよ、絶対。わかるもん、なんとなく。あ、そうなの。下が痛くなる、血が高くなってきてるから。やばいじゃん。こう、レイナはもう3人目だから、うん、いやでもなんか大体そのなんか出産の痛みとか忘れちゃうって忘れるよね、話なんだけど、それ本当？うん、覚えてない。覚えてない？でもなんか痛いなっていうのはなんとなく分かってる？あーって分かるでしょ、そういうなんか、痛かったなっていうのは分かるし、あの陣痛がとりあえず、辛かったっていうのを記憶してるから、その記憶は消えないんだよね。痛みがどんな痛みかわかんないけど。しかも私の場合7年ぶりでしょ。それがちょっと、7年ぶりの出産だからね。しかも俺初めて海外で産むじゃん。今までは慣れたところで産んでて、言葉とかも全部理解した上で産んでたけど、わかんないから、こっちの出産がどんな感じか。それがめっちゃ何不安。すぐ俺も駆けつけてくるから、なんかやったらね、会社のみんなが俺の事情なんかこうちょっとね配慮してくれて、出張とかも全部今なくなって、他の人たちが。でもほらこの間の私あれがあったから多分余計、この間の検診でさ、息ができなくなっちゃったじゃん。鉄分のリンゲル。すごい不安にさせたと思う。点滴？点滴、なんか鉄分が足りないっていう言って点滴を打ったら合わなくて、1滴2滴体に入った瞬間息できなくなって。びっくりしたよ俺も。でも純ちゃん見てないじゃんそれ。で背中にビリビリビリって走っちゃって、電気みたいなの。でも立ったままみたいな。大騒ぎだったよね、病院。その時につい日本語が出そうになるんじゃん。でそれがもう日本語でもいいよ、それそれ。もどかしくて、怖くて、で純ちゃんに電話してくださいって言われても電話できる状態じゃなくて、もうめっちゃ怖かったそれが。よかったね、でも、それがあったからかな、余計。あ、やばいって思った。不安になる、怖い。でもまあ今回先生が言ってるのは、3人目はまああっさり、そんなことないよ、あっさりと出てくるっていう。先生は多分心配、不安にさせないように言うんだろうけど、そんなことないよ。いつも命がけっていうか、まあ、何人目でも多分一緒だと思う。それはそうなんだけど、あとやっぱ帝王切開になった場合が嫌だよね。なんか帝王切開率が高いって聞くから、基準が違うじゃん日本と、こういう場合帝王切開にしましょうっていう流れが、多分日本だとギリギリまでなるべく帝王切開しないようにみたいな感覚だけど、こっちは話を聞くと割と辛そうだったら、赤ちゃんと妊婦さんが辛そうだったらもう帝王切開にしちゃいましょうっていう流れらしくて、なんかそれも初めてだし、そういうのもなんかちょっと怖いよね、不安、それも不安。だからレイナが帝王切開をしましょうかってしても、あの支援文明したいですって。でも赤ちゃんがやっぱ苦しい、出ますって言われたらするしかないでしょ、覚悟して。いや、あのそのなんか羊水が全部出てきちゃったり、もう中の状態がやばい、破水してやばい状態じゃなければ、とりあえずそれはまあ自分で選べられるから。それでも純ちゃんがいるよね。いるいる、もちろんいるいる、いる。だからまあ不安な気持ちはもうよくわかるけど、俺がずっとそばについてるからね。バトンタッチできればいい、交互で代わりにしてあげたいぐらいだよ、だって交互で。なんか、いやでもまあ俺ができない領域だから、まあそれはちょっとレイナにお願いするしかない。その分俺もなんか俺ができることは精一杯頑張るからね。あと少しね、もうちょっといてほしいね、お腹に。
妹とお母さん来るから、少しなんか1日2日ぐらいはなんか美味しいもの一緒に食べて出産に挑みたい。多分そんな感じになると思うけどね。来週1週間ぐらいは、まあ、来週だから来 週末ぐらいがあれかな、予定日と近 近い月曜日が18だから、そうだね、うん、ちょうど来その次の週が25、2人とも上の2人が早めに生まれてるから、遅れはしないだろうけど、多分ね、でも本当すごいよレイナ、なんかこう出産 しづらい体ってなんか言ってたじゃん、なんか病院でレイナが妊娠しづらい。もう昔からね、なんだっけ、ホルモンのバランスが悪くて、産婦人科とか通ってたから生理とかが来なくて、なんか出産しづらいって言われてたんだけど3人目じゃんまあでも3人は欲しかったから、ちょっとタイミングをねミスったよね。もうちょっとほらコロナがなければさ、もうちょっと年齢的に体力ある時に産めたのに、ちょっとコロナでね、仕方ないけど、じゃあまあわずかあと少しなんだけどね、心を楽にしてて、会社の時に陣痛来たら何、もうすぐ来るでしょ、私が先に行った方がいいの、タクシーで。ああ、なんかもう待ってる状態だったら、待ってる状態だったら俺が来るまで待つか、それじゃなくてちょっとなんかやばいっつったら、救急車呼ぶから。タクシーでよくない？あ、救急車の方が安心だよ。その駐車場、下の駐車場まで来てくれるし。救急車じゃなくてタクシーでいいでしょ。救急車無料だよ。無料とか関係なく、なんか羊水がもう破水しちゃって、なんかもう痛みで動けないんだったらまあ救急車かもだけど、こちらの陣痛だったらタクシーでいいよタクシーで病院までつけてもらって、一人であれも、カバン持って、で、じゅんちゃんは直接そこに来るって感じ、病院に。うん、とりあえず荷物なしで行ってもいい。でも陣痛バッグは、陣痛用のバッグはもう別に作ってるから。そうそれだけ持って、キャリーバッグだけ後で持ってきてもらってって感じだね。タクシーにしよう。その時のまあ状況によって。そうだね、なんかちょっと救急車、ちょっと歩けるのになんか救急車呼ぶのもちょっとあんまり聞かないよね、救急車に乗ってくなんて。まあちょっとなんか手相、まあ動けない場合には救急車に呼ぶけど、動けない場合にはね。だって陣痛来てからシャワーするもん。あ、シャワーするの。1人目も2人目も私はシャワーした。その何、羊水とかその破水してない場合、破水したらシャワーしちゃダメなんだけど、少しちょっと痛みが出てきたなって言ったらもう私はシャワーして、眉毛も描いていく結構眉毛は絶対きつく、化粧してたよね。いや、ファンデーションはさすがに塗れないから。で、今回そのまつげとかできなかったから、とりあえず眉毛だけ描いて。はい、ちゃんと準備してんじゃん。痛いながらね頑張って、もうあと少しだよ。変われるもんなら変わってあげたいぐらいだよ本当に。でもなんかそのつわりの時からちょっと経験してほしい。なんか多分初めてはどんな感じなのか、多分想像つか、だから10ヶ月間を丸々経験してほしいって、なんか想像多分つかないから、どんな感じなのか。でなんかほらこの中にいるっていう感覚が分かんないでしょう。ね、絶対不思議だと思うよ、動いたりしてて。そうお腹が張る、張るっていうのも分かんないでしょ、どんな感覚か。経験して産んでみてほしい一回。リルヌン
항상레이나옆에딱붙어있는이야씨리리도쇼니쇼산에도메레바에노니아예소리야무리데쇼요코니근데뭐어리리가이르토끼니나까고치데고닌프생활시테오레와요깟다또뭐리리이나크테나히토리だったら난까네ちょっと心的に少しはもっと落ち着くでしょ、リリがいるから。そうだね。うん、癒しの存在。誰もい、なんかこう、お腹が大きくなってて、誰もなんか日中、うんうん、誰もなんかいない、シーンとしてる感じだった。いいよ、それはそれでのんびりできるから。あ、そうなの、うん、ただ癒し。で、ユアとセラは、うん、手伝い、お手伝いいっぱいしてもらって、うん、そうだね。かなり助かった。何もできなかったから。うん。もう岩田セラがもうほとんど全部自分たちでやって結構なんか文句も言わず お手伝いなんかやってお手伝いっていうなんか感覚で多分やってないと思う2人なんかもう当たり前のようにやってくれる方だと思う、うん、散歩も、まあ、当たり前のように行くし、うん、片付けもするし、うんうん、だいぶ助かったね子供たちには恵まれてますねえ、なんか顔が…喧嘩はするけど、岩田、うんまあ、喧嘩はするけどねうんでも見てくれるでしょう、はい、うんもう2日後にチュミとあのお母さん来るよねそれも一応楽しみじゃない楽しみだけど、まあ、今回はちょっとなんかそんなこう楽には楽しめないってとりあえずなんか美味しいものを最後食べたいうんみんなでせっかくだからはいうん頑張ろうあなんでこれは締めのじゃあねー